こんばんは、とろみです。皆さん、花粉症大丈夫ですか？私は大丈夫じゃありません。もう顔がね、結構今真っ赤にただれてて、ブツブツでただれてて、かゆみと痛みが襲ってきます。今日はね、やってみたいと思ってた購入品紹介をしようと思います。私は YouTube を始める前から SHEIN の大ファンです。もうずっと鬼リピしているサイトです。あんまり失敗したこともありません。そうでもないな。失敗もたまにある。日本にはなかなかない色合いのものだとか、ね、すっごいカラフルでビビッとカラーがドーンと主張の強いものとか結構あるじゃないですか。ああいったものってあんまり見かけないというか、特に私が住んでるこの茨城は田舎町なので、あんまり好みの可愛い服がないんですよね。私はダイエット中じゃないですか。もうずっとこの15ヶ月以上ダイエットを続けてて、その間必ずダイエットのモチベーションが上がるために小さめの服を、なるような服を選んでです。もうパッツンパッツンぐらいのものをいつも選んでいます。ダイエットが順調にいくとその服が入るようになるんですよ。これがね、超快感なの。超気持ちいいの。今回 SHEIN でもなるべくサイズ表をよく見て、ちょっと小さめかなって思うものを選んでいます。行きましょう。動画縦にするね。はい、縦のとろみです。1着目がこちら。セットアップです。こんな感じ。ズボン、パンツスタイルのセットアップです。どうなってるか、こうなってる。こんな感じ。名前が、プラス絞り染めコールドショルダーティー&ドローストリングパンツセット。これは、プラスサイズで一番小さいサイズの 1XL を買ってます。これが、めっちゃ私の好みの生地な、すっごい柔らかい、もうトロトロ、まさしくとろみのある生地で、すごく伸びて気持ちいいです。これは絶対好き。絶対好きっていうことで、着てみましょう。着れましたー。パッツパッツじゃない。もう丈が長い。まあこれは多分、モデルさんの身長が高いから丈が長いことは分かってたんですけど、1XL でだいぶこう生地がやっぱすごく伸びるから、ものすごく余裕がありますね。こう、すっごいね、生地は気持ちいい。こんな感じでビヨンビヨン伸びるので、いやー、お尻が四角い。パッツパツを求めてたから、これはもう今ちょうど切れるぐらいなので、普通だったら成功、とろみ的に失敗。1XL からしかなくて、 0XL っていうのがあるんですよね、シーンって。今すごい気持ちいいし柔らかいんで、今年の夏、もう今の体型の時にはたくさん着ようかなと思います。超ストレッチ、超気持ちいい。いいね。気に入りました。次！続いてがこちらのトップス。プラスアシンメトリーネックノットドロップショルダーはフルニットティー。お値段765円。めっちゃお手頃価格で、私が買った時すぐに全サイズ売り切れたんだけど、今は再入荷してまた全サイズ揃ってるみたい。たらーん！でかい。でかくて、すごく伸びる。嫌な予感がする。続けて次いきます。これがね、プラスサイズハイウエストツリー、ハイウエストプリーツデニムスカート2152円。サイズは 1XL を買いました。じゃーん！スカートを買いました。デニムのスカート。これさ、すっごい長いんだよね。こんなに長いと思わなかった。でもモデルさん背高いから、ハイウエスト、いや、一番なんかね、太って見える。太ってるけど、さらに太って見える丈。でもこうやって見ると可愛いけどな。さっきのトップスと合わせて、してみようかな。はい、たらーん。ピチピチじゃなかった。まず、これも今、インしてるから少しここキュッてなってるけど、0XL なんですけど、やっぱ生地がすっごい伸びる。伸びてね、ストレッチ効くんで、なんだろ、これ、今、中に入れてるからシルエットが、こうなってるけれども、これを出しちゃうと、なんか、あれ出してもなんか別にそんな、でもな、なんか、出すとね、やっぱちょっと良くないね。ただでさえ短い足がさらに短く見えるというか。そしてこのデニムのウエストなんだけど、こんな感じ？余裕が、
ある感じ。私今ウエスト99センチぐらいで、ちょっとね、1XL だと、でも窮屈なのが嫌いって人はこれぐらい余裕あるものがいいのかな。私ぐらいのウエストの人は、もうこの 1XL じゃちょっと緩いかも。0XL ぐらいにして、で、それでも大きければベルトを締めるとかした方がいいかもしれない。これはちょっとベルトウエストは締めて、丈がね、個人的にちょっと長いんで、親戚のおばちゃんに丈を直してもらおうかなと思ってます。でも合わせ方としては、可愛いな。続きまして。たらーん、これはね、チャレンジ服です。こんなの着たことはないのに、着てみたくて、買っちゃいました。超丈短い。トップスの丈が短い。これもセットアップなんですけど、これもプラスサイズで、花柄プリント、フリルトリム、シャーリングウエスト、クロップキャミトップ&ショートパンツ。お値段1857円です。私は 0XL を買ってます。ではこれも着てみよう。ほっ、じゃーん。ちょっと露出が激しいので、いつ買ったかも覚えてない、アベールだか島村で買った羽織も着させてください。いいですよ、ピチッとしてる私の体型で 0XL はジャストサイズ、ぴったりって感じです。これはいい具合にダイエットのモチベ服になりそうです。こんな背中で見せたいんですけど、ちょっと背中はね、完璧に下着が出ちゃうので、ヌーブラとかをつけて着る感じかな。これ着て堂々と外歩けるようになりたいな。さすがにこの茨城の田舎町ではこれ着て歩かないけど、ちょっと海外旅行行った時とか海に行った時とかにはね、コロナが落ち着いた時にはこれを着て遊びに行きたいな。でもその頃にはもっと痩せてたいな。はい、次。これがドロップショルダーカンガルーポケットスウェットシャツドレス。お値段が、1496円。サイズは L サイズを購入してます。レビューを読んでよく伸びるって書いてあったので、これはかなり小さめにしといた方がいいなと思ってこれにしました。インハピネスって書いてある。着てみます。じゃじゃーん、見てー、かわいい、かわいい。156センチの私が着て、丈がちょうどなんだろう、くるぶしのちょい上くらいか。すごく動きやすくてね、かわいいです。今回これが一番気に入りました。これは大当たり、本当にかわいい。あれ、でもパツパツ期待してたんだよな。ぴったりじゃダメじゃね。今回のお洋服のお買い物で10キロから15キロは減らさなきゃダメだなっていうダイエットのモチベ服になったのはこれだけです。今回ちょっと失敗しちゃった。でも今着れるからね、今この体型の時に楽しめるから、失敗じゃない、全然失敗じゃない、失敗じゃない、もう成功、成功、成功。かわいいもん、着るもん。これ見て、ほら超かわいい。見てほら、超かわいい。絶対着る、めっちゃ着る。はい、シーインでのお洋服の購入品は以上です。このセットアップのボトムスと、こっちのデニムのスカートは丈が長すぎるので、お直しをして大事に着ようと思います。ここからは同じくシーンで買った小物だとか雑貨とかを紹介していきます。あ、ちょっとこうするとメガネに映るから気をつけないと。はい、まずはこの花畑メガネです。これさっきから何回かかけてると思うんですけど、これが、デイジーデコレーションフレームサングラス556円でした。かわいいでしょ。いつもね、同じメガネじゃつまんないかなと思って動画内でかけようと思って買ってみましたね。いつものこれもかわいいんですけど、続いて、じゃん、次もメガネです。これもさっきから動画に何度か登場してたと思うんですけど、あー、カメラが映る。これがラインストーンデコレーションフラットトップサングラス584円です。こんなね、ここのキラキラがね、動くんですよ、チャラチャラ。かけて、ちょっと動くとチャラチャラ音がして、若干うしいなーと思う気もするけど、でもね、可愛いんで、ちょっと動画映えするかなーと思って買ってみました。可愛いよね。ちなみに両方ともこのシーンって書かれたメガネケースと、こういったメガネ拭きがついてきました。見えるかな、このシーンって書かれてるの見えるかな。こ
んで、これはね、とてもお得です。気に入りました。続きまして、インヌ&ヌッコグッズです。じゃじゃーん、ピンクのヒョウ柄のね、モコモコの洋服です。うちのヌッコちゃんね、結構洋服を積極的に着たがる節があるんですよね。多分あったかいからかな。まだまださ、夜とか冷え込んで寒いので、こういうあったかいものを着させてます。これのお値段が、ヒョウ柄ペットタンクから。ヒョウ柄ペットタンクから何故？まあいいや。サイズは XS を買っています。336円です。かわいいね。ちなみにこれね、大きいサイズ結構あって、インヌにもね、同じものを買ったことがあってね、お揃いにしようと思ってヌッコの分も同じものを買いました。さあ、続きまして、じゃーん！またヌッコの洋服で、ちょっとね、今ね、私人生初のヒョウ柄ブームなんです。今まで一切ヒョウ柄って興味なかったんだけど、最近なんか、あれ、ヒョウ柄って結構可愛くねみたいな。最近になってヒョウ柄が好きで、今ヒョウ柄をね、集めているんですけど、私自身のお洋服とかにはヒョウ柄は一着も持っていないです。ワンちゃんと猫ちゃんのお洋服だけ？ほんとそれだけ。小物とかすら何も持ってない。ほんと最近いいなって思い始めたところで、まずは、インヌとヌッコで試して、もっと気に入れば自分にも取り入れようかな。ちょこっとね、ちょこっとだけ。で、これが、ヒョウ柄、プルッシュ猫用タンクカラー。サイズは S サイズ買ってます。これね、こっち、これが XS なんですよ。これすごくちょうどいいの。で、この S がね、わかるかな？わかるかな？ここ、わかります？この、幅というかサイズの違いが。こっちにしてもわかるかな？ほら、ほら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 。ほら、全然違うの。この、一応サイズ表はよーく見て買ったんですけれども、ちょっとこれ小さすぎてね、着せられないんですよね。こっちはちょうどいいのに。こっちが XS で、こっちが S です。サイズ表を見ても、思ってたものと違うっていうことはたまにあるので、皆様買うときには、気をつけてください。まあ、とてもね、お値段、お手頃なんで、トライはしやすいです、本当に。はい、次！じゃーん！この夢川。この夢川チックなね、これはインヌのお洋服なんです。これが、グラデーションカラープルッシュペット用コートカラー。330円です。安い！安いんです。で、M サイズですね、買ったのが。で、この M サイズがまた、小さくて、うちの子には。これね、残念ながら、着せられないなーって。で、サイズガイドをしっかり見ても間違うことはありますので、それはしょうがない。これは、うちの子よりもちっちゃいワンちゃんと暮らしているお友達がいるので、その子にお譲りしようかな。その子だったら多分これ入ると思うので。ヌッコには大きすぎるの。インヌには小さくて、ヌッコには大きいの。ね、これは残念ですが、差し上げようと思います。はい、次ー。じゃん。お前、またかよって思った？またかよって思った？うん、また。そう。ヒョウ柄？なんか、あんまりヒョウっぽくないっちゃヒョウっぽくないんだけど、一応ヒョウ柄なのかな？これはね、サイズ大丈夫でした。インヌ用に買ったものです。ヒョウ柄ペットジャケットから。373円。L サイズだ。L サイズですね。これはね、問題なく入るので、まあ、生地もそんなには伸びない。少し伸びるくらい。やっぱりモコモコでね、柔らかくて。うちのインヌも寒がりなのでね、暑がりの寒がりなの、私みたいなの。これをね、着せてあったかく過ごしてもらおうかな。春はまだまだ寒い。これ以外にもあと2着あるんですが、カード出しときます。ほい。ヒョウ柄です。イェーイ。ヒョウ柄、ちょっとなんかハマってるの。で、今これ着せてるのね。着せてて、で、今、どっちも寝てるから起こすのはかわいそうだから、カードだけで勘弁してください。すごくあったかそう。っていうか、あったかいね。抱っこした時に、あったかって思うから、今日なんかもね、さっきから音入ってるかな？どうなんだろう？窓の外で、ものすごい風が、ウィン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 吹いてる音がする。どうしよう、マイクに入ってるかはわからないんだけど。で、私もね、ちょっとこれじゃあちょっときついなっていうぐらい実は今寒いです。うん、こういう寒い日がね、まだまだ続くんで、まあ、暖かい格好で、病気にならないように過ごしてもらいたいな。お家の中もね、なるべく暖かくはしておくようにしてるんですけど。このメガネがね、ずり落ちる。
っとここが緩いな。ちょっと緩いな、ここ。なので、ちょっと、少し首振るだけでずれてきちゃう。で、次はちょっとまとめていきます。じゃじゃーん、首輪でーす。これがインヌ。これもインヌ。こっちがヌッコ。かわいいでしょ？これかわいいでしょ？ピント。あ、YouTuberみたい。合う？合ってる？はい、ちょっと近づきまして。まずはこちら。かわいいでしょ？これね、結構作りがしっかりしていて、値段の割にはいいんじゃないかなって思って。こういうの好きなんですよ。私が、飼い主のエゴ。そう、私が好きだから、なんか、首輪とかお洋服とか綺麗なものを着せてあげたいなって。と、これはペラペラだけど全然 OK です。お風呂に入れるためにこれも一緒にこう手で洗って干すので、早く乾く分にはね、全然 OK です。はい、次がこちら。これが、花プリントペット用バンダナ付きカラー。167円。赤にしました。で、さっきの黒にしたんで、こっちは赤です。これはね、もう紐がすっごいチャッチーの。うちにある赤い首輪をここに通してつければいいかなって。これはまあ別にね、なんでもない。こっちの黒いやつよりも、こっちペラペラなんだけど、こっちの方が分厚くてしっかりした生地なので、このペイズリー柄のね、かわいいね。かわいいね。いいね、いいね。そしてこのパープルのお花。あ、なんか、あら？いいコーディネートじゃない？え、ちょっと、この首は、ぬくより私の方が似合う。で、こちらがですね、1個、花デコレーション、猫ベルカラー、112円です。タイトルに1個ってついてるのがちょっと謎だけど。これもね、お花がすっごいキラキラと光ってて可愛いです。気に入ってます。私が、とろみが押してる。あと他にも首輪が2本あるんですけど、カード出しときます。ほい。こっちがぬっこ用、こっちが犬用ですね。これも今両方ともつけてて、寝てるので取るのかわいそうなので、これだけでご了承ください。はい、次がラストでございます。なんかこれはレビューで TikTok で有名みたいなことが書かれてたので、知ってる方も結構いるのかな？てれれれん！スマホホルダー！はい、1個の、またタイトルに1個ってついてる。一個の壁に取り付けられたランダムカラー電話収納ボックス。とんでもないな。お値段が378円です。今ね、代謝を上げるために、ダイエットとか、それから健康のためにも、週に2回ほど湯船に浸かるようにしているんですね。その時すっごい暇なので、お風呂でスマホをこう置いて見れるようにしたくて、そしたら、シーンでめちゃくちゃ安く売ってたので買ってみました。レビューもめちゃくちゃ良かったので。ここにね、壁に取り付けるステッカーみたいなものがセットで付いてて、それはもうお風呂に貼ってあるんですよ。なので、これにスマホを入れて、そのステッカーの部分にカチャッとかけて、で、ここで、スマホをいじって、お風呂に入ってます。これね、買って良かった。色はね、2色あって、ランダムなんですよ。白がいいなと思ってたんですけど、白が来ました。これはラッキー。嬉しかった。また落ちてる。はい、今回のシーンでの購入品は以上です。ね、本当にいつもお世話になってるんですよ。ずっとダイエットをしていて、その可愛い服を買って、その服に体を合わせていくっていうことで、モチベーションを高めたりしてるんですけれども、まだちょっと怖くて利用したことがないなっていう人とかで、この動画を見たことによって、あ、じゃあちょっと覗いてみようかなとか、送料がタダになる分だけでも頼んでみようかなとか思ってもらえたら嬉しい。参考になったってことだもんね。参考になってないけど、全然参考になってないよね、あれ。パッツパツの服をさ、好んで選んでる人ってあんまりいないしさ、ジャストフィットサイズの服が届いてさ、ん？ってなってる人あんまりいないよね。参考になれた自信はないんだけども、ちょっとシーン覗いてみようかな。面白そうだなって思ってもらえたら嬉しい。はい、今回も見てくれてどうもありがとうございました。バイバーイ。ね、今回初めてグレールでもお買い物をしてみたの。初グレール。で、1着だけ買ってみたの。お試しにと思って。結構 YouTube でさ、ぽっちゃりした YouTuber さんが、グレールでお洋服買ってる人を結構見かけるのね。だから、あ、グレールって入るんだって、SML のサイズ感がちょっと大きめなんだと思って、
じゃあ、試してみようかなと思って、一着だけね、トップスを買ってみたの。はい、こちら。こんな感じ。こう結構透け感のある、あの、春っぽい感じの、春、まあ薄いから夏もいけると思うけど。はい、着てみましょう。これさぁ、サイトではあんなに可愛かったのって、全然違うよね、これ。全然違くない？全然違くない？なんかほんと。ふん、ウケる。これ、デブあるあるなのかな？ほんと、あの、クロップ丈のものを着ると、父神様で終わる感じ。このパンツはもう何年も前に買ったアベイルの超大きいやつです。なので、ウエストはもうこんな、超ゆるゆるなんですけど。で、ちなみに、おへそここなんですよ。で、クロップ丈っておそらくね、この裾がこの辺まで来るはずなの。サイトではそうなってた。だけど私が来ると父神様で終了するっていう。これは、あの、ダイエットのモチベにするにしてもやりすぎだよね。この背中のお肉とか、父神様が落ちてくれれば、あの、これもちゃんとした、あの、クロップ丈っていうものを噂に聞く。私、普通体型だった時代もあるんですけど、この時ですらお胸は F 以上、F とか G とかあったので、これが、痩せたとしても、この、クロップ丈ってやつが、その、父神様に対応してくれる。父神対応これ。父神様対応これ。そんなことは書いてなかったな。私が悪いか。はい、グレールで初めてお買い物したものは、